オーストラリアはバズラーマン監督の映画である。脚本はスチュアート・ビーティーとロナルド・ハー・ウッド、オーストラリアのスターのニコール・キッドマンとヒュー・ジャックマンが主役。撮影はシドニー、ダーウィン、カナナラと望遠で行われた。映画公開日は2008年11月13日にオーストラリア、同年11月16日にアメリカ合衆国、同年12月から 他の国で公開され、日本では2009年2月28日に公開された。第二次世界大戦勃発前、イングランド貴族のサラーシュレイ夫人は、夫の最後の所有地である、オーストラリアのファラウェイダウンズという牧場に向かっていた。一年も夫は、ロンドンに帰ってこないのだ。オーストラリア北部の町、ダーウィンに水蒸気で着いた彼女を待っていたのは、バーで、 殴り合いの喧嘩をしていたカウボーイだった。ドローバーの名前でしか知られていないそのカウボーイと共に、一路ファラウェイダウンズに向かう皿。しかし、彼女をファラウェイダウンズで待っていたのは、夫の亡骸と荒れ果てた牧場だった。そこの管理人、ニール・フレッチャーと、この辺りを牛耳りアシュレー家と敵対する大牧場主、キング・カーニーが結託して、牛を盗んでいたのだった。 彼女に残された道は、残った1500頭の牛を遠く離れた、ダーウィンの港へ持って行き、軍との食料用牛肉の契約をすることだけだった。アボリジニの呪術士キングジョージに見守られながら、根結少年ならたちとの旅が始まる。ようやく到着したダーウィンで、牛の売買契約が軍とまとま,とまる。カーニーは牧場を買い取りたいというが、サラは拒否。街で、 アボリジニ保護のための資金を集めるダンスパーティーが開かれ、サラとドローバーは互いに惹かれ合う。ナラとの3人の生活が始まるが、感情のすれ違いが起こり、ドローバーはサラの元を去る。キングジョージと成人儀式で旅に出ていたナラが、警察に捕らえられ、サラはダーウィンに向かうが、第二次大戦が勃発。ナラのいるミッションアイランドは、日本軍の最初の攻撃目標で、 ドローバーはサラとナラを救うために向かう。戦火の中で3人は再会。サラの夫を殺した真犯人の間の手もキング・ジョージが阻止する。こうして3人は新たな関係へと踏み出していく。2005年5月、ラッセル・クロウとニコール・キットマンが直接20世紀フォックスにバズラーマン監督、映画脚本作家、スチュアート・ビーティーによる映画の出演交渉に赴いた。だが、 ラッセル・クロウは出演できず、ヒュー・ジャックマンが出演することになった。制作に取り掛かったのは2006年9月だが、予算などの問題で2007年2月から始まった。ニコール・キットマンは当時妊娠中であったが降板せず、撮影を無事置いた。日本軍がオーストラリアに上陸し、子供を救いに来たオーストラリア人を取り囲み殺すシーンがあるが、これはフィクションである。 日本軍は継続的にダーウィンを空爆し、その沖合70キロにある電動の島、バザーストアイランドも攻撃したことがあるが、オーストラリア大陸には上陸していない。北米では2642巻で公開され、約1400万ドルで初登場5位を記録。オーストラリアでは国内最大の643巻で公開され、 約40万オーストラリアドルで初登場1位を記録。2009年2月現在で約3679万オーストラリアドルの工業となり、オーストラリアでの2番目に高い工業収入となっている。ありがとうございます。